時は室町時代、応仁元年に起こった足利将軍家の跡目争いに端を発する幕府内部の権力闘争、いわゆる応仁の乱は、瞬く間に京から地方へと飛び火し、日の本を戦火で覆い尽くした。戦国時代の幕開けである。14年に及ぶ乱により、幕府を頂点とする秩序はもろくも崩れ、力さえあれば己が主君をも蹴落とす下克上が各地で横行した。武士が巻き起こす合戦は罪なき民をも容赦なく包み込み、歴史に語られぬ数多の悲劇を生むこととなる。そしてさらに数十年の時を経て、下克上の世を勝ち抜いた者たちの中に、乱世に歯を唱えんとする者が現れる。彼らは時の都である京より天下に号令せんと、こぞって上洛を目論んでいた。野望をひしめく戦国の世を生き残り、新たな時代を切り開く者は果たして。なあ、信長様、本当にやんのか？ああ、来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方では乱世に飲まれるだけだからな。又沢、負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で、一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼なじみの又沢こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく、護送の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく
今川軍を吸収したのである。信長編第一章、夜明け前、今川吸収。俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ。これは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、バカ。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。平門、またぞ。勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。人質の退路を立て。ならばそこに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。この俺を止めようとて無駄よ。急いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り先には行かせねえぜ。ほう、できながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。
おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。壊してくれ。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなかったな。人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。私はここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてくだされ。半蔵、すまね。無理はするな。ロビーキ兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。壊してくれる。またも退路を断たれてしまった。こう、イチも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。敵将、討ち取ったぞ。フルはなんだか。
止めようとて無駄よ。たちが押されているか、直ちに援護するぞ。敵将撃ち取ったぞ。ここで死んでは宙を尽くせぬ。壊してくれ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。撃ち取ったぞ。引かせていただこう。信長様の前に敵はいねえな。わしと手合わせをしようもか。力がこれほどとは。あとは若の武運を祈るほかない。俺を打つけとは侮ったか。やはり兄上はお強い。この俺を止めようとて無駄よ。私の獲物発見ね。無礼な連中ね、覚えてなさい。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。くれて助かったぞ。まったく、いつも無茶ばかり。ついていく身にもなっていただきたい。人質の身であれ、モノノフの端くれ、こいつやつと捕まるものか。この俺を止めようとて無駄よ。
ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。一応よく来てくれた。じゃあまた無茶なことして。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。家康、聞けば駿河の今川家当主義元は将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがあります。ならば義元に勝てたなら俺は天下すら狙えるということか。天下？ざれ言よ。しかし座して滅びを待つくらいならば俺は乱世に抗う。家康、お前も共に戦ってみぬか。乱世に抗う、なんと壮大な。ですが私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならばお前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ、この家康、必ずや信長殿の、いえ兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは分かっていただきたいもんです。そう言うな勝家。兄上のやりようは蛮勇にも見えるが、その実勝算あればこそ仕掛けているのだ。さすが信行だ。信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろ、としい。信行様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。なあ、任せとけって。この槍のまたさがいる限り誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしいこっ